ました。伊沢文夫の世界一わかりやすい波乗り授業です。こんにちは。前回ね、あのパドリング、あの乗り方やったんですけれども、乗る位置ね、みんなもう覚えたよね、乗る位置。それ覚えなかったらね、完璧しときました。頼っちゃった今。それで覚えなかったらね、もうやる資格ないですか、サーフィンの。はい、怖いね。もう資格ない。厳しいですよ、厳しい、厳しいですよ。フミヤコーチは優しいですけど、僕は厳しいですよ。スパルタですよ。はい、でも中身は優しい。まあまあ、それは置いといてですね。はい、ですね、今日は漕ぎ方ね、すごい初心者の漕ぎ方いるじゃん。こうやってもうパドリングで分かっちゃいます、上手い下手っていうのは。それをですね、どういう風に漕いだら調子よく前に進んで早く漕げるかっていうのを、フミヤコーチの方からですね。よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、はい、それではHere you go. はい、じゃあ重心が取れるようになったら次はパドリング、手をかい右左にかいて漕ぐ動作ですね。これをなぜするかというと、横に進んだり沖に向かったり波に乗ったり、さまざまな時に足がつかない時にやる。これは最も重要なんで、よく覚えてください。大事なことは体で感じることです。ボードが1回のパドリングでどれぐらい進んでいるのか体で感じてみてください。こういった波がないところでやると感じやすいです。クロールではないのでね、右左バシャバシャバシャっていう漕ぐのではなく、頭ずらさずに手を前に出してください。で、手の甲は軽く、手のひらは軽く開いてもらって、後ろまでそのままスーッと手を書いてください。で、大事なのが前に入れて後ろまでぎゅー、途中でやめずに最後までかぐ、こくっていうのが大事です。今のだと途中でちょっとやめちゃってるんで、最後までこいでみましょう。最後までこぐことでカヤックのねオールと同じような感じで最後までしっかりこいであげてください。で、自分のパドリングでボードが進んでいるかどうかよく感じ取ってください。進んでいることを感じるっていうのが一番大事です。じゃあもう一回やってみましょう。水泳と違うのでね、水のサーフボードの上にいますんでね、自分はね、船乗ってるような感覚で頭を少し上げて右左書いてみます。一回進んでるかな感じてください。おー、いいですね、いいですね、うん、背筋もだいぶ良くなってますね。いいと思います。こんな感じです。じゃあ次はショートボード編です。はい、世界中わかりやすい波乗り授業、本日はパドリング編でしたけれども、ちょっと長いボードでやったので、次回はですね、短いボードでの、パドリング、ちょっと難易度上がるんですけれども、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はもうご視聴ありがとうございます。やばいね、今日神々、やばいっすね、いつもなんですけど、やばい、ありがとうございました。今日すげー喋れてますね。喋るとこはない。さっき本編ではなかったからね。本当ですね。